ブガッティロワイヤル、クーペナポレオンブガッティタイプ 57SC クーペ、アトランテブガッティタイプ 57SC クーペ、アトランティクジャンブガッティは、フランスに、かつて存在した自動車メーカー、ブガッティの創業者、エッドーレブガッティの長男。1930年代のブガッティ社のデザインに優れた、才能を発揮したほか、テストドライバー、技術者としての才能もあった。 正式の名前は、ジャノベルト・マリア・カルロブ・ガッティである。ドイツのケルンに生まれる。生後感もなく、当時は、ドイツ領であったアルザス地方のドリスハイムに移り住んだ。祖父のカルロブ・ガッティは、イタリア・ミラノ出身の家具、宝石デザイナーで、パリに長く在住し、父のエッドーレは、ドリスハイム近郊のモールスハイムで、自動車製造を始めようとしていた。 一家の交際相手の大半はフランス人でジャノベルトも普段はフランス風にジャンと呼ばれていた。祖父や父の芸術的天文と独創性を豊かに受け継いだジャンは父の製造する自動車への興味を深めていった。1920年代後半、まだ10代の彼はすでに自動車デザイナーとしての才能を示し始め、23歳の1932年、 排気量 12,763cc という史上最大級の超高級車、ブガッティロワイヤルの車体デザインを一人で担当した。ジャンのデザインが父の技術力に加わったことで、ブガッティは自動車の歴史において決して忘れられることのない社名となった。続いて彼はタイプ57の2ドア4座のバントゥー、4ドア4座のギャリビエ、2ドアカブリオレの ステルビオ、ニドアクーペの、アトランテの4種の自社製作ボギィのデザインを手掛けた。これらのデザインは1936年のパリサロンで発表され、センセーションを巻き起こした。ジャンはまた、自動車技術者としての才能にも恵まれており、タイプ57のための DOHC エンジンや、前輪独立サスペンションを備えた、タイプ57の後継者、タイプ64を試作していた。 現場育ちのデザイナーであったジャンは、しばしば自分の作り上げた試作者を自らテストドライブしていた。1939年8月11日、ルマン24時間レースに優勝したばかりのタイプ57のレーシングモデルを、工場にほど近いダピグハイム村の近くで走らせていたジャンは、酒に酔った男が運転する自転車を避けようとして、 コントロールを失い、道路から転落、30歳で事故死した。彼は、ドリスハイムの一族の墓地に葬られ、事故現場にはその死を痛む記念碑が建てられている。ありがとうございます。